森林プロデューサー山中慎一郎の森林哲学、運動不足のための森林浴。なぜ運動不足になるのか。めんどくさい、一生懸命が嫌い、かっこ悪いなどかと、人目につかない森を探すのが大事なのかと。この庭も人目が気にならないように作られている。ただ歩くのでは面白くないので、自分でどんな歩き方をすればいいのか、いろいろと試してみるのが面白いのかと。このように、とても人前ではできないような動きをするのが大事なのかと。そして何よりも自分が気持ちよくなるような動きを自分で考えることが大事なのかと。このような動きはとても人前ではできないのかと。運動しながら植物が出すヒトンチッド水、光合成によって生まれたピュアな酸素素、これが森林浴につながる。そして免疫力の活性化につながったりもする。これが室内でやる運動と大きな違い。何よりも自分に気持ちのいい、楽しくなるような運動、これが大事なのかと。